こんにちは、玉置です。今回は呪術廻戦のクリアカードコレクションガム2をワンボックス開封して見ていきたいと思います。こちらの発売日は9月の下旬発売ということで、先週ぐらいからスーパーさんなどで見かけたんですけどね一応ね予約してたので予約が届くまで待ってました。そしてこちらのクリアカードのシリーズはいつもね初回生産限定で特典カードが1枚ついてくるので、全種類集めたい方はボックスで購入した方のがお得かなって思います。それでは早速見ていきたいと思います。まずはパッケージ確認です。こんな感じ、いいですね。あ、この野原ちゃんが入ってるんだね。なるほど。おーほーほー、いいね。上がこんな感じです。では開封してみていきたいと思います。ではオープン。じゃん。おー、こんな感じですね。で、特典がここだっけ？あ、違う、前かな。あ、前だ。前に特典が入ってます。おー、綺麗ですね。なんか色合いが、なんだろう、爽やかというか、ね、ちょっと黄色と黄緑とね、水色かわいいね、なんか。おー、で、クリアカードなのでこんな感じですね。後ろから見ると白押さえがこんな感じです。おー、あ、これは袋の傷かな、食器傷が。ではね、これを上を開封して準備したいと思います。準備ができたので順番に見ていこうと思います。と、その前にさっき個別のパッケージを見てなかったので見たいと思います。こんな感じでエースカイさんのオリジナルのイラストが描かれてます。こんな感じですね。で、カードが全32種類で、確かね、これが16パック入りだったので、まあ、いつもの通りにエースカイさんのなので、ワンボックスで全部揃うと思うんですけど、たまにねエラーボックスがあるので、ちょっとね分かんないんですけど。ではいつものように前から順番に見ていくので、配列が気になる方はご参考までにということで、じゃあね、一番前からいきます。じゃん。おおー、これは、あ、ミヤちゃんと、わーすごい、これいいね。こういうのミヤちゃんのもいいけど、あ、こういうのいいね。これ並べていくのがどうしようか、この辺から並べていくか、いっぱいいっぱいなんだよね画面が。いきます。じゃあ2袋目、じゃん。お、マイさん、かっこいい。そして、あ、トゲくん、これはいつものあれだね、イラスト。そして3袋目、じゃん。お、パンダパンダ、かわいいやつじゃんかわいい。そして、はい、あ、野原ちゃん、これもいつものやつですね。はい、そして次、せーの、はい、お、こんなのもあるんだ、いいね。おー、これはいいんじゃない。結構なんかジョーゴとかね、好きな方いらっしゃると思うので、花見も。そしてこれがかわいい、この名前なんて言うんだっけかわいいよね。で、めぐみも、これがいつものやつですね。もう一個並ぶといいんだね。よいしょ。じゃあこうして、こうして、こう、はいっと、はい、次、せーの、はい、お、五条先生、これはあれかな、エースカイさんオリジナルのイラストの五条先生かな。お、パンダ、パンダはこれいつものだもんね。このなんかスピード感あふれる感じの背景のやつがいつものイラストで、こっちがエースカイさんのイラストかな。ほいっと、次、せーの、はい、お、ネカ丸だ。こんな感じのショットがあるんだね。そしてユージ、これがあれだね、エースカイさんのやつね。この前のあの色紙もこのイラストでしたよね。次、せーの、はい、あ、野原ちゃんです。これもエースカイさんオリジナルのイラスト。この野原ちゃん可愛いんですよね。これ結構お気に入りです。そしてどうどう、これはいつものやつですね。
せーの、はい、お、マイさん、いつものスタイルと、お、ゲートいいですね、こんな感じで。ちょっとなんか見た目によってはちょっと金ピカに見えるな、これ。うん、背景のデザインがかっこいいですよね。次、せーの、はい、お、マキさん、ね、このスタイルもいいですよね、マキさんして、あ、メカ丸、いつものメカ丸、よいしょ、だんだんと置くところがまあ毎回そうなんですけどね、よいしょ、せーの、ほい、お、どうどう、そして、あ、めぐみですね。めぐみもこれがオリジナルだけど、これね、なんか色紙の時も思ったけど不思議な表情次、せーの、ほい、お、マヒト、マヒト、いい感じじゃないこれ、うん、ね、かっこいい感じ。まあ、可愛いのも好きだけどね、うん、怖くなければ怖くなければマヒト好きです。そして、お、カモさん、カモさんもかっこいいね、うん、次、せーの、はい、お、ももちゃん、かわいい、ね、かわいいけどさ、これあのみんながこう集合してる絵だとももちゃんね、こんなちっちゃいんですよね。なのでこう引き伸ばした感があるので、ちょっとね、線が太いんですけど、まあでもかわいいからね、うん。そして、ゆうじ、これもいつものやつですね。よし、次、せーの、はい、お、カモさん、もうかっこいいね、これやっぱオリジナルのやついいね。そして、あきさん、これいつものやつ、せーの、ほい、あ、ももちゃん、これもいつものスタイルかな。で、トゲくんが、これはオリジナルのやつかちゃんとおにぎり持ってるのいいですね、うん。そして、せーの、ほい、お、スクナ、これオリジナルかな？あ、そうだよね。おぉ。まあこの表情はね、どっちかといえばスンってなってる方のが好きだけど、まあでも、うん、そこまで怖くないからいいかな。ね、みわちゃんね、これもいつものスタイルです。で、ラストです。ちょっと箱が邪魔。ラスト。せーの、はい。お、あ、そうなんだ。純平くんもいるんだ。純平くん好きな人はいいんじゃない？で、お、ナナミン、おー、そっか、そうだよね、ナナミン今回ラインナップにいなかったんだねソロで、あ、じゃあこれが貴重なナナミンなんだ、わーわーわー、なるほどね。じゃあちょっとこんな感じに並べ直して、うん、入るかな、入ったかな、ギリギリ、はい、ということで一応ね、順番にこの前からこの順番に入ってました。で、被らずに出てくれたのでコンプリートできましたね。同じ順番で入ってるかどうかはわからないんですけど、このね、なんだろう、こうオリジナルのこのイラストが欲しい方は前と後ろですね、一番前と一番後ろに入ってました、うん。ね、このナナミいいな、ね、五条先生もかっこいいし、うん。ということで、クリアカードコレクションガム2の開封でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。